はい。オンパってしたことありますかね。あのあ、はい、やってたやん一緒にゲーム。普段はどういうことされてるんですか。あ、普段ですか。あれですね、モノマネ芸人の方、あのロンパの方なりわいとしてんの。そんなことないだろ、ひろゆきさん。今日は、銀色のやつあれ気まぐれ、結構市販で売ってるんですけども、はい、はい、ということで、せーの、クロノワールが何回やる。誰かを論破したい。怖いよ急に。論破って気持ちいいじゃないですか。はいはい、よく言ってるよね、論破。だから、今日はあの論破対決を、今日はくずゆきさんに来ていただいております。題して、うん、俺自分はもちろんいいんですけど、不利な状況から論破しろ、逆境論破王つうことはい、喋りにくいなこいつ今日。ロンパは分かるけど逆境ロンパ王って何。あ、ロンパは分かるんですか。おい、分かるんですか。殺していいか。何のことですか。殺していいかスタッフ。まあ僕は人をロンパするの得意じゃないですか。大変だね、ずっとくずゆきさんでいるのも。え、俺人をロンパするのが得意らしい。まあまあよくやってるよ。やってね。はいロンパ、やってないよく言ってますね。まあ負けないんで、はい、まあ、はいはい、同じ条件だと圧勝しちゃうんで、フェアだとね、まあ、絶対論破できないだろっていうお題で対決したいと思います。不利で、不利でね、もうエクスカリバ VS もう折れた直径ぐらいで、村から出てきた最初の件ね。はいはいはい、はい、制限時間は3分、勝敗はここにいるスタッフ3名にどっちが論破できていたのか審判してもらいます。はい、審査してもらいます。圧倒的有利ですよ、あなたが。すごい有利なお題でやれるってことね。はい、自信のほど。いやもうでもなんか普通一般的に社会通念上の話をするだけですよ、はい、私は全然なんかね、自信とかでもなんか、ね、論破ってそもそもなんか意図してするものじゃないというか、相手があまりにもね滑稽だと論破っていう形になってしまうこともあるかもしれません。それはだってもう審査員次第ですよ。なんで全然ね余裕なんですかね。まあやってみますか、まあ、一旦、はい、まあ、とりあえずやってみたら分かるでしょう。クロノワールが何かやる。というわけで最初のお題は、はい、ペットにするならかなり犬、僕犬かクザスカンクで討論対決です。スカンクってなんだ。おならして逃げてく動物ぐらいの。始まってないですよまだ認識。あ、これごめんごめん、聞いちゃったか、すまん。不利だなスカンク。いやいやいや、もうまあまあまあ、じゃあやってみますか、やってみますか。はいはいはい、論破王をちょっと見せてくださいよ。はい、それでは制限時間3分スタート。だからその犬っていうのがありきたり、まず、うん、今更ペットにしたいって。まだって犬のじゃなくてスカンクの良さを教えてよ。なんだよ、違う違う違う、うん、そもそも土俵に上がれないの。スカンクの良さを教えてたの。良さを言うまでもなく、うん、まずね、うん、犬なんてのもありきたりだし言うまでもないんですよ、はいはい、これも全国の犬飼ってる皆さんに言ってます。ここに全国の犬飼ってる皆さんじゃないです、これから犬を飼う皆さんに。今飼ってる人は今飼ってる人はもう大丈夫です。大丈夫、これから飼うんだったらやっぱスカンク。今のやっぱスカンクだって苦しいよもう。いやスカンクよ。待って、じゃあ、ね、いいんでしょ、四足歩行なら何でもいいんでしょ。そんなことないと思うよ、犬飼ってる人たち。何何、じゃあ、え、じゃあ今まで犬飼ってる人たちは四足歩行なら何でもいいと思って、うん、その犬を飼ってると思ってるってこと。何でもいいんだよ、あのね、スカンクって、うん、臭いイメージだとかね、うん、あったりするけど、まあまあまあ、実際飼ってみたら可愛いから。飼ったことある。いやでも想像してみ、うん、ソースちょうだい、ソースちょうだい、ソース。スカンクは実際に飼ってみたら可愛いソース。ソースね、ソースください。ソースはもうそれ定食屋とかなんだから、はい、ソースください、ソース。あれもだから犬ですよね結局。あれもだからスカンクにした方がいいです、あのブルドッグのソースも。ああ定食屋のあれももうスカンクって味わい深いよって。無理だって、無理じゃないだろ。いやでもスカンクは別に可愛いと思うよ、うん、動物として。ほら、はい、認めた。でも結局飼ってる人は圧倒的に犬の方がいいっていうのはゲームのセオリーも一緒。結局犬を飼ってる人が多いっていうのはやっぱりペットとして飼うのに犬が適切と思ったり、あの可愛らしさだったりね、そういうところに犬の方が勝ってるから飼ってる人が多いんじゃないでしょうか。はい、はい、日本人の思考で出ます。みんなが右向いたら自分も右向くと。じゃあ世界的に、日本人関係なく世界的にスカンクを飼ってる人と犬を飼ってる人どっちが多いと思いますか。それは犬でしょうね。はい、だから、はい、だからって、え、違いますよ。それで言ったらですね、うん、進化はできなかったわけですよ。でも日本人じゃ関係なかったですよ。みんなマンモスを狩り続けていたらね、はい、
みんな進化できないわけです。ああこれも食えるあれも食えるって、結局ね誰かが最初に何か、今回紹介したスカンク、はい、可愛い、まあ別にスカンク可愛くないとは思わない、僕もでしょ、可愛いと思うよ。もうその時点で同じ土俵に上げちゃったわけだよね。そう、同じ土俵に上げた上で犬の方が勝ってる点を上げてるだけです。あなたのその日本人的な感性が否定してるだけであって、でも世界的って話が結局、いやいや普及率の話をしてるわけじゃなくてですね、じゃあ日本人的な思考ではなくて、無理じゃない、スカンク分かんねえもん、スカンクの良さ可愛いと思うけど、犬が相手だとな、犬の方がいいもんでしょうね、うん、飼ってますしね。俺知らねえんだもん、スカンク、まあ、一応聞きますか。まあ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 、だから俺が勝ちか。じゃあ審査員の方どっちが勝っていたか札を上げてください、はい、せーの、ほら 3-0 だ、全員日本人ですまあそうでしょうね、日本人です、今いる方々は日本人です。まあ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 、スカンクだってさ、パッと、いやそう、スカンクって造形がもう俺首に巻かれてる、悪が首に巻いてるイメージしかないんだけど、いたずらな感じじゃない、どっちかっていうと。まあ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 、これはジャブですよ今、小手調べ、まあ、どういう雰囲気かを分かったか、一回じゃあ振り側やっていい。ああ、いいよいいよ、はい、ということでね、圧倒的振りでね、圧倒的振りで、はい、クロノワールがなんかやる。次のお題は小学生が好きなご飯、クズハさんがカレーで、カナエがレバーで論破対決です、まあ、僕はレバーでクズハ、まあ、小学生はレバー、そうね、それでは用意スタート。いやカレーでしょ、まあ、小学生はカレーが好きだけど、なんでカレーが好きかって、レバーを食べたことない子が方が多いと思う、まだ。いやいやいや、レバーとカレー食わせてもカレーっていうよ。いやそれはなんて、食わせてみないと分かんない、でも実際さレバー好きじゃん、好きでやん、好きでやん、焦ってんな、好きでやん。いつからレバー好きだった？それこそつい最近よ。でしょ？それそう。でしょじゃないでしょ？幼い頃に食べないんだよね、レバーってあんまり。いや、幼い頃に食った上で、最近よ。ガキだったんだ、ちゃんと。そうだよ。元小学生やってるから。ちゃんとガキな時期があったんだ。元小学生ですよ。はいはい。じゃあもう大人になってからレバーが好き。もうないね。こういうこともないね。いや、だからほら。食った上で。出た。論点からずらしちゃった。あらら。論点に沿ってるんだ。あらら。論点がずらしちゃうんだ。ずれてないよ。あちゃちゃ。どこで覚えたの、そんな言葉。あちゃ。ほら。もうおちゃらけてごまかすことしかできない。ちゃんとの心の良さ出てますよ今。あのですね。ちゃんとレバーかカレーかで話しましょう。レバーとカレーの話をします。はい、あなた混乱してますよ今。あ、またずらった。今混乱してますよ今。また別の部分で。レバーとカレーの話をしてるのに、はいはい、これだからレバー派は。ああ、またずらしちゃいましたね。これがレバー派のやり方か。レバー派かカレー派かじゃなくて、小学生が好きなのはレバーかカレーかって話。どっちも簡略化しちゃうんですよ。あなたですか？マック食いますって言ったら、え、お前マックの店舗の壁にかじりつくのって言ってくるタイプですか。まあ、レバーかカレーの話しましょうよ。いちいち、はい、いいですよ。勝てるところで話すんじゃなくて、まあ、ちゃんと議題で話しましょうよ。勝てるところって言いましたね。ここでも勝っちゃう、はい、カレーでも勝ち、ここでも勝つ、あれ一戦で2勝しちゃった。カレーですよね。僕もカレーは好きだし、小学生がカレーを食べる、好きで食べてることを否定はもちろんしませんよ。じゃあもう、うん、それはでもそう、あれ否定しない時点でこれ、うん、でも議論になんねえな。小学生が好きなご飯ですから、好きなんでしょ小学生が。そう、両方好きな可能性もあるし、うん、どっちかが嫌いっていう可能性ももちろんありますよ。人によって好みって違いますから。レバーを食べたことない子はカレーの方が好きっていうのももちろん理解できます。だってカレーしか知らないんだもん。クザさんと一緒で狭い世界しか知らない。さっき言ったよね、カレーは小学生が好きだって認めたってことは、うん、まず好きっていうのが確定したんだから、それは間違いなくそう。もうレバーが好きか嫌いでしかないわけで、比べないでカレーだけを見た時にね、その2つを比べるのであれば、うん、両方を食べたことがある上で話をするわけじゃないですか、ね。まあ、じゃあ統計的にとまでは言わないけど、経験則から、うん、引用すると、うん、レバーってじゃあ癖のあるものだよね。全国100人の小学生に聞きました、レバーの方が好きという方73人いました。あの、嘘つくのやめてもらっていいですか？いや、レバー好きな小学生もいるかもしれないけど、小学生が好きなご飯レバー、レバーってもう理科の授業で習うレベルよ。まだ肝臓でうーん、無理か。無理です。やっぱな、これは無理です。こんなもんですよ。まあ、一応審査員の方々、じゃあどっちが勝っていたか札を上げてもらえますか。せーの、そうそれはそう。あのね、極端だな。小学生じゃなかったらまだよかったよ。小学生までいくともう、いやいやいや、レバー食って無理で、無理でしょ。聞いたことないよ。レッスンスタートかな、俺が。
まあ勝っちゃったからね、まあ、強者ですもんね。全然もともとやっぱ強者なんで、はいはいはい、うん、いいですよいいですよ、俺が圧倒的強者なのでね、強者なのでレッスンスタートでいきたいと思います、はい、お願いします。プロノワールが何かやる。そういうわけで最後のお題はデートをするとき2人っきり、はい、VS 俺お母さんもついてきて3人で論破対決です。はい、どうですか。いやまあでも、ね、勝てると思ってる。そもそもデートの定義って2人っきりだからな。いやそれないから。あります、そあの定義とか。デートでググってまだ始まってないですよ。まだ始まってないです、はいはい、それではスタート。はい、まあ、僕 の、うん、まあ、の理解としてはデートは基本2人でするものであるし、あそんな堅苦しいこと大丈夫です今。あ、いや多様性の社会において。そっか、人の話聞けないんだ、うん、違う違う違う、そうだよね、まずそこじゃないよっていうこと、偏った話しかできないから一旦人の話終わるの聞くこともできないから、俺があちゃ学面通りにしか受け取れないやつの頭の中は、はい、事実ね。分かった分かった、そういうタイプでしかいけないんだったらいいよ。じゃあ全部言ってから答え、いいですよ、受け答えするよ。もういいです、一回話して下がったら一回聞きます。僕大人なんで聞きますよ。俺の真似すんなって、俺がかっこいいの分かるけどさ。まだお母さんと3人のお話一切出てないです。1分経ちました。まずですね、はい、あのデートの定義についてなんて話はそもそもそういう話ではなくて、分かるでしょだって、ま、わざわざデートの定義は何々なので、デートの時にっていうお題なのにデートの定義は関係ない、関係ないでしょだって。じゃないとデートをする時っていうお題にもかかわらず定義は関係ないんだ。ああダメだこりゃ。問題文をよく読まないで答える国語のテストみたい。違う違う違う、デートをするときっていうことだよね、はい、うん、でそもそも問題文に3人っていうのが書いてあるんだから、デートが2人っていう定義がそもそも違ったら問題文に出ないよね。まず一論破ここに置いておきます。問題文じゃなくて置いておくからね。見える？これ論破正解間違いじゃなくて、デートをするときにっていう話で、まあ、まず一論破が入りまして、聞けないか、ごめんごめん、聞けないんだった、まあ、論破されてるから一旦ここはじゃあいいよね、もう定義の話はいいね。で何、2人きりがいいんだっけ。お母さんの方がいいでしょ、3人の方が。一回聞きたい、逆にお母さんがいる方がいい理由。結局デートするってことはさ、はいはい、うん、後にさ伴侶にしたり結婚したりするわけでしょ、ってなったら家族への挨拶も行かなきゃいけないわけでしょ、うん、3人で行ってさ、もっと知ってもらった方がいいんじゃない。お母さんもついてきて、だいたいお母さんと仲良くなるべきだから、家族ぐるみの付き合いになるのよ、そういうもんなのよ、やっぱ日本の文化的にもね。確かに家族がこう組み合っていく、はい、そう仲良くなっていくために必要なの、うん、そしたら3人で行くのってそんなにおかしなことじゃない。なんなら2人で破局するよりかはお母さんもついてきてね、うん、仲良くやった方がいいですね。そうですよね、いう意見。そうですよね、まあ、もちろんお母さんと仲良くするのも大事ですけど、まあ、それはご実家に挨拶に行ったりとか、まあ、デートで2人がしっかりお互いのことを理解して仲を深め合った上で家族に紹介したりとかご挨拶に行ったりするのが一般的とされておりますよね。それも簡略化できて一石二鳥ですよね、まあ、そのデートで愛を育むっていう行為をそもそも簡略化するっていう考え自体が間違ってる。そもそもお母さんがその1回目のデートについてくるわけないですよね。いやもちろんお母さんがついてくるということは何回かデートをするということですよね、うん、だからこれ何回目かのデート、お互いのことは分かりきってて家族も来れるぐらいの間柄ってことです。何回目のデートか1回のデートかっていうのはそもそも定義されてないのでどっちでもいいと思います。じゃあ俺が言う出したやつで、あどっちでもいいですよね。関係なくお母さんとどっちでもいいですよね。どっちでもいいと思う。もう じゃあもういい、ね、でも1回目でも5回目でも変わらずデートって言ったら2人で育んでご挨拶に行ってからでいいんじゃないですか、まあ、でもあなたの2人っきりにおける優位性っていうのを示してもらわないと。話を通して1回人の話を聞くことがあんまりできてないので議論に2人っきりのいいとこ、はいはい、まあ、2人っきりのいいとこっていうか2人っきりの悪いとこの方がないし、そもそも3人におけるデメリットあっても2人におけるデメリットないですよね。デート行こうって3人におけるデメリットっさい、まあ、そもそもお母さんがいると気使って言いたいことだって行きたいとこ言えない。3人で考えなくちゃいけない。彼女と愛を育みたいデートに行って、まあ、水族館映画館、まあ、例えば映画館行くにしても、うんうん、年代が違ったらやっぱり見る趣向とかも違いますし、そこら辺の、ね、好みもお互いを尊重しづらい。お母さんがいるならばみんな2人とも、ね、お母さんを尊重したいと思いますよ。尊重し合っていくのが家族ってものじゃないですか。なので最初はご挨拶からいきましょうってお話をしてます。デートじゃなくてデートは2人で愛を育んだ上でご挨拶も兼ねてです。の方がいいんじゃないですかって、愛を育んだ上での3人です。どっちでもいいですもんね、まあ、3人もうじゃあもう1回目でも5回目でもどっちでもいい。これは茶像ってなんすか。
いやお母さんついてくんない、お母さん邪魔だって、デートって考えたらデートにお母さんついてくるって言っちゃってるもんねえ、3人でなくてついてくる、一緒に行くじゃないから、ね、一緒に行くなら私も議題がクザさんきつかったと思うよ、きつかったよ、なんでお母さんいやそう、クザさんが強者弱者って話じゃなくて議題がちょっと難しかったよねっていうのを、ねうね、一応最初から言って、それでは審査員の方々どっちが勝っていたか札を上げてください、今日せーの、カナエが3人、クザが0人、これはねあのね、うん、もう多分ね最初から決まってんだよ、何言ったってだって無理よ、みんながみんなデートって2人って意見の方が多いよ、うん、いやそこはね、そこは関係ないと思う、お母さんがついてくる想像をみんなしたんだと思う、いやありえなくねってなったんだと思う、先にそうデートってこうがあるからお母さんがついてくるのデートじゃないだろうって思うよ、僕も聞きたかったもんね、なんでお母さんついてくる方がいいって言うんだろうって、いや俺が来てよそうよね、まあ、結局ですね、はい、カナエの勝ちということで、あのね、はい、みんなこの議論は聞いてませんす多分結局、うん、やっぱあれだよね、どんなに論破力あってもカレーが好きだしデートは2人で行きたいよ、そうね、うん、あのね、論破ってこの社会において何の力でもじゃんけんみたいなノリで論破、ひろゆきさんだけだから、え論破を仕事にできるのって、ああそう難しい、ひろゆきさんだけです、はい、というわけで、はい、コメント欄や SNS などでも感想をぜひ書いてください、ください、チャンネル登録もよろしくお願いします、お願いします、尊重し合いましょう、相手をリスペクトする気持ちが大事です、それではまた来週、君と見上げた世界、広げた中にまるで僕らみたいな見えない光、見つけたい可能性、一気に出すたまる手を伸ばして、君と一緒ならきっと永遠に強く輝く。